2007年のスポーツ、2007年のサッカー、2007年の J リーグ、2007年の J リーグディビジョン1、2007年 J1 最終節、2007年 J1 最終節は2007年12月1日に行われた日本プロサッカーリーグディビジョン1第34節のことを指す。なお、本校では特に優勝の可能性があった浦和レッズと鹿島アントラーズの2チームの試合について記す。この年は7月に東南アジア4カ国で開催された AFC アジアカップ2007のための中断期間があり、ガンバ大阪が首位、勝ち点差 4-2 で浦和が追う状況で中断期間に突入した。再開後は第20節で G 大阪との直接対決を制した浦和が4連勝を挙げ、第21節で首位に立つ。また、一時は15位にまで順位が落ちた鹿島も以前の中心選手、小笠原光雄がイタリアのクラブから復帰すると状態を持ち直し、優勝争いに参戦。浦和はその後も勝ちを積み重ね首位を独走し、第30節終了時点で2位 G 大阪に勝ち点7、3位鹿島に勝ち点8の差をつけ、第31節にも優勝が決まる状況になる。また浦和は並行して行われていた AFC チャンピオンズリーグで J リーグ勢初の優勝を決める。ところが浦和はここから ACL との過密日程の影響もあってチーム状態が一気に下降、第30節から3試合連続引き分けともたついてしまう。一方の鹿島は第26節から第32節までの7連勝で2位に浮上し、浦和との勝ち点差を4-2まで縮めた。それでも浦和は第33節での鹿島との直接対決に勝てば、無条件で引き分けでも勝ち点誤差の3位 G 大阪が勝てなければ優勝決定であったが、ホームで鹿島に0-1で敗れ、勝ち点差はついに1になって最終節を迎える。なお G 大阪は第33節でヴィッセル神戸とホームで1-1で引き分け、首位浦和との勝ち点差が4となり、優勝の可能性が消滅した。最終更新は2007年11月24日の試合終了時出点、J リーグデータサイト順位の決定基準、1、勝ち点2、得失点差3、得点数。最終節の組み合わせは以下の通り。左側がホームチーム。浦和と鹿島の間に得失点差が7あったため、優勝条件は事実上、鹿島勝ちとし、浦和引き分けの場合のみ、鹿島優勝、それ以外の場合は、浦和が優勝という状況であった。最終節の浦和の相手は当時 J1 史上最速となる残り5試合での J2 降格が決定し、第13節ホーム大分トリニータ戦、以降20戦未勝利の横浜 FC であったため、アウェー戦ではあったが、浦和の優勝は、確実とまで言われた。最下位ですでに J2 降格の決まっている横浜 FC が相手の浦和だったが、いざ始まってみると緊張と疲労のためか、いつも通りのプレーができない。そして前半17分、FW、三浦知良のスルーパスから、最後は MF ねじめ孫に決められ横浜 FC に先制点を与えてしまう。その直後、今度は鹿島で試合が動く。前半20分、カウンターの流れから、左サイドからの DF、石上直也のクロスボールを合わせに行った FW、マルキーニョスが、清水 DF、高木和道に倒されたとの判定で、鹿島に PK が与えられる。これを MF、小笠原光雄がきっちり決め、鹿島が先制する。しかし、試合展開そのものは、両者拮抗した展開であった。この時点で順位が入れ替わり、鹿島が首位に立った状態で前半が終了する。後半3分、鹿島ゴール前の空中戦からのこぼれ球をペナルティエリアの外、ゴール正面にいた鹿島 MF、本山雅史が拾い、そのままミドルシュート。これが決まって鹿島が追加点を挙げる。その後清水も決定機を作り出すが決めきれず、逆に鹿島は後半13分、鹿島 GK、曽ヶ畑仁のクリアボールがそのまま相手陣まで流れ、FW、田代雄三が受けると、そこに走り込んできた FW マルキーニョスに、パス、マルキーニョスは相手 DF3 人の体勢を崩してゴールに流し込み3点目。逆転優勝に向け勝利をほぼ決定づける。鹿島の勝利が決定的となったため、優勝のためには事実上勝つしかなくなった浦和であったが、怒涛の攻めで何回も決定機を作るも、GK、菅野貴則を中心とした横浜 FC の守備陣に全て阻まれゴールを決められない。鹿島スタジアムの試合が1分ほど早く終わり、鹿島は清水に 3-0 で勝利。その直後に日産スタジアムも試合終了し、浦和は 0-1 で敗戦。この結果、鹿島が最終節が終了した時点で、初めて首位に立つという奇跡の逆転劇で6年ぶり5度目のリーグ優勝を果たし、通算10冠目となるタイトルを獲得した。最終更新は2007年12月1日の試合終了時出点 J リーグデータサイト順位の決定基準1、勝ち点2、得失点差3、得点数。2007J リーグディビジョン1第34節。横浜 FCV 浦和レッズ 2007J リーグディビジョン1第34節鹿島アントラーズ V 清水エスパルスありがとうございます。